パン、マルガリータ・トロビアツコ、ポピラス・バナガス組、リトアニア。リトアニアのベテランカップル、ドロビアズコ・バナガス。2位のロバチェはアベルブフを抜かないと、その時点で優勝の可能性はなくなります。星の輝き、リトアニアに初めての世界大会のメダルをもたらした去年のプログラムです。独特のスピン、大胆なストレートラインステップ、あっちょっとずれたか。対角線のステップです。あっ、情熱的な、そして表現力は見事なんですが、ドロビアズコの転倒がありました。そうですね、あのストレートラインで、まあ、ちょっと転倒するというのは珍しいですね。まあ、ただあの
このドロビアツコバナガス組はですね、はい、プログラムのね、流れと雰囲気を非常に大切にしているプログラム作りをしているんですが、はい、その一方でですね、複雑なステップという部分を犠牲にしてしまってるんですね。ですからプログラムのあちこちでその普通に走る部分、はい、スケーティングをする部分というのが割と目立ってしまう、はい、まあ、ですからそのステップということがやはり基本 そのアイスダンスという競技においてはやはりどうしても点が出づらいという、ね、結果になることが多いですね。ただこのスピンとかですね、リフトとかそのリフトをしている中でその回転のスピードを変えたりポジションを変えたり方向を変えたりとかですね、そういった非常に難しい技術もこなせるだけの、ね、力を持ってますので、まあ、そういった後こういう複雑なステップがもっと数多く入ってくれば楽に高得点が狙っていけると思います。去年の4月に世界選手権銅メダルを取りました。リトアニアとしては初めての世界大会のメダリストになりました。その上を目指している今シーズンなんですが、2位に入らないとその時点で優勝の可能性がなくなります。アメリカ大会、ドイツ大会、NHK 杯とすべて2位。テクニカルメリット、やはり抑えられました。まあ、ちょっと はい、ステップの、ね、さ途中で転倒したのがちょっと響きますね。これプレゼンテーションはやはり高い。あ、 5.9 リトアニアのジャッジ。しかしドロビアズコバナガス転倒が響きました。第4位です。以上をもちましてアイスダンスフリーダンスの競技を終了いたします。And that concludes the judging of the ice dancing freedom.